背中と腰の贅肉、お腹を引き締めたい方は左右5回一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、オールフォーニーエルボーというエクササイズを紹介します。左右たったの5回なので一緒に頑張ってもらえたらと思います。まず今回メリットなんですけども、腹筋に効きます。背中も同時に使うことができます。息をしっかり吐くことで腹横筋が使えます。ですのでお腹を引き締めたい方には腹筋よりもこちらがおすすめです。あとエクササイズを効かすというねコツがつかむことができます。デメリットなんですけども、エクササイズを効かすコツがつかめないと効かない場合があります。なので意識をしっかりして1回ずつ行うことで5回でメリットを得ることができます。あと呼吸をですねしっかり意識して腹横筋を使うことができないとお腹を引き締める効果が得られません。ですのでこの2つが意識できないと今回のエクササイズはあんまり効かないということになります。最大のメリットなんですけども、腹筋をうまく使えます。あとエクササイズのコツをつかむことができます。あと体幹が鍛えられます。背面全体のエクササイズになりますんで、前ばっかりのトレーニングをしている方には、この1種目を含めてもらうことで、背中全体を使うことができます。ではやり方を説明します。はい、まず四つん這いになります。そこから腰を丸めて、お腹を引っ込めて、肘と膝をつける感じで、お腹をとにかく締めて、息を吐きながら締めたお腹をぐーっと引き伸ばしていきます。手は斜め上、足は斜め後ろです。なので上っていうよりも前と後ろに手と足を引っ張る感じでお腹を引っ張っていきます。ここからお腹を引っ込めたまま息をふーっと吐きながらお腹を締めたままです。締めたまままたさらにここでぐーっとお腹を締めて1回です。とにかくお腹を締めて手と足でお腹を引っ張る、息がなくなりかけたら最後にお腹を再度締めるっていう意識ができないと、ただこうやってもですね全然効きません。ですのでお腹をとにかく締めるっていう意識を必ずしてください。で、息は縮まったら吸って、お腹を引っ込めて吐きながら動いて、吐きながらそのまま帰ってまた吸います。これを左右5回ずつ行っていきましょう。ではいきます。ラストの、では反対いきます。ラスト、ああ、お疲れ様でした。どうでしたか？左右5回ずつ、すごい意識をするとですね、このたったの5回がですねすごい辛いです。もちろんね、息を本当にハーッと吐き続けることと、お腹をしっかりどんどん引っ込めていく腹横筋がですねやはり結構効くので辛いですね。これがもし楽だよって思った方は、楽にエクササイズを行おうとしてしまっているので、もっとね効かすというイメージがいります。この効かすというメリットがもちろん大切です。やはり自重の場合のエクササイズっていうのは、とにかく使っている部分に意識を向けるということがすごい大切です。とにかく使っている部分を効かす、もしくは使っている部分が弱い筋肉だったらですね、強い筋肉が先に出てきますので、弱い筋肉って意識がなかなかできないんですけども、そこの意識をね少しでも 1% でも意識を向けるっていうことで、しっかりたったの5回でもたくさんのメリットを得ることができます。
だお尻とか背中、脊柱起立筋とか肩とか手を上げたり足を上げたり動かしますから、やはりその部分っていうのが弱い人はですね、こういったエクササイズをやってください。やはり腹筋をね毎日してるよって方はもちろんいるかもしれませんけど、背筋毎日してるよって人はなかなかいませんよね。やはり体の前っていうのは力が多少ありますから使うのが楽しいかもしれないんですけども、後ろ側ってあんまり使わないので、バランスよくね体を鍛えようと思うと、やはり前よりも後ろ側を鍛えることが大切です。ということで、頑張った方、勉強だった方はよかったらグッドボタンとコメントをよろしくお願いします。 SNS をされている方はぜひぜひシェアしてください。今日もご視聴ありがとうございました。